こんばんは。ちょっとなんかちょっとだけメイク直します。なんか映像で見るとなんかやばいな。めっちゃ映ってる。やばい部屋がめっちゃ映る。なんか今ブーの映ってないよね。え、怖い、待って、やばいの映ってないよね。今部屋の向こう側がめちゃくちゃ汚い。何が見えた？え、なんかやばいのある？なんかない？何もないよね。え、怖い、待って、やばいものは何もないはず。でもただ机の上が今すごい散乱してる。レシートが散乱してるちょっと今レシート整理してたんです。え、怖い、本当に怖いから、ちょっとちゃんと言いましょう。2月1日は高めのツインテールはしないですね。本当にちゃんと言いましょう。怖い。え、ちょっと待って、一回切ろっかな。ちょっと本当に確認したい。本当に今ね、部屋の反対側がめちゃくちゃ汚いんです。本当に汚いんですよ、レシートと。まあでも、怖いな。鏡じゃないよ、怖い。あ、めっちゃポスター貼ってあった。川島さんの部屋はなんかそこにめっちゃ CD 入ってるんですよ。あ、そうで、カラーボックスの中にも CD が入らなくて、ちょっと最近本当にカラーボックスの中全部整理しようと思って生きてますね。なんか至る所にポスターが貼ってあるんですよ、アイドルさんの。なんかエビチューさんのポスターとかめっちゃ貼ってあって、でもなんかポスター落ちちゃったんですよ。なんか結構落ちてきてて、もうどうしよう、外そっかな全部。多分今この鏡の向こう側には貯金箱と、待って、部屋映った？めっちゃ汚いんですよ今部屋片付けますっていうのをずっと言ってる。この間ちょっと片付けて、エビチューさんは柏木ひなたさんが好き。そう、 AKB さんのポスターとかもさ、なんか卒業されていくじゃないですか。え、待って、写ってしまったものはしょうがないじゃないんだよな。失うものが大きいんだよな今は目の上に、あ、今日すっごい久しぶりに友達と会ったんです。そう、めっちゃ友達にとあったんです。え、ちょっとそんなやばかったかわかんない、そんなやばかったかわかんないから、やばかったですかって聞いて。目元がキラキラ。そう、それでその友達に誕生日プレゼントでもらったアイシャドウを今つけました。これ以降ちょっと部屋に触れてきた人はブロックしますよ嘘
そう、めっちゃいい友達ですね。そうそう、だからそれでリカさんからもらったキラキラの違う色をもらったんですよ。え、ブロックするとか言ったらバンされるんですか？あ、本当にちょっと本当にブロックしますよ。そう、そのなんかリカさんからもらったキラキラと同じやつを、なんか違う色のやつをリカさんと同じやつを自分で買って、で友達がそれの違うやつをくれたので今3本持ってます。三十代には聞いてました。ダメですよ、今日かわし、え、今日はみはるんがいなくて、エス公園について触れられると川島さんも病んでしまうので。今は通報じゃないよね、コメント自体できたけど。そうなんだ。そう、出たかったんですけど今日すっごい出たくて、よくにゃんさん生誕祭すっごい出たかったんですよ。そうだから悲しかったけど見ました。なんかね、なんだろう、だからもなんか他のケーキと盛り上がってた話はしないでください。あのね、めっちゃね言ったの。あのね、池田さんにね、なんかリカさんと絡んでるところをね少し送ってね、あのね、えって送りました。他のキューキの子がねリカさんに触ってるのとかも見てね、なんか悲しくなっちゃった。だからちょっと全部スクショして、なんかあったら悲しいって思っちゃうから消すんですけども、ちょっと怖いな。確かに確かに怖いな。触るくらいはちょっと分かんない。触るのは嫌だ。話すのも嫌だけど、触るのも嫌だって思う。重いんです。重いのかな。今日もチーム S、 あ、そうそう、全部見てないんですよ、見れてないんですよ。なんか画質良くてちょっとなんかやだな。今日の昼から入り出した。そうなんだ。入って言い出したんだ。生誕のサインがプレゼントされるらしいですね。らしいですね。川島みはるちゃんのサインも対象です、多分。コナさんも携帯変えたんだ。コナさんプロにしたんだ。リカさんが他の球技に注意してたら、多分1週間リカさんに会っても話せないと思う、悲しくて。クリアファイルでしたね、あれ。初めはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた。うわうわ、もうみんな意地悪だよ。意地悪なこと書くと本当にブロックしますよ。私も SNS 始めたらブロックしますよ。なんかあれになっちゃうかも、定型文になっちゃうかも、テンプレになっちゃうかも。やだ、なんかやだ、表現がやだ。
今クッションファンデのやつを下に入れた置いた状態でゴッて押したらバコってなった。あ、取れた。そうじゃん、これでメイクすればよかったんじゃん最初から。うわ悔しい。そう。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。やば、やばい、壊れた。え、絶対壊した。泣いた。え、髪の毛伸びるの早いですよね、思いました。なんかそれを最近すごい悩んでて、めっちゃ切りたいんですよ、うん、本当に。どうしたらいいんだろう、めっちゃ切ろっかな、本当に。めっちゃ切りたいんですよ。相談します。でもショート似合わないから、どれぐらいだろう、これぐらい、これぐらいにしたい。ギリギリハーフツインできるぐらいにしたいんですよね。前髪の長さはちょっと切ったりしないといけないんで、ちょっと生きていけない。ショート似合わないんですね。やったことあるんですよ実は。ショートって何ですか。やったことあるんですけど、あのどれぐらいだっけな、あ、戻った、はまりました。とどれぐらいだったっけな、まあ、加入前なんでちょっと写真ちょっと見せれないんですけど、なんかあの乃木坂46さんの春のメロディーっていうミュージックビデオの中田香菜さんの髪型にめちゃくちゃ憧れて切ったことがあるんですよ。だからちょっと見てください、あの春のメロディーっていう制服のマネキンのカップリング曲なんですけど、それを、そう、その中田さんがめちゃくちゃ可愛くて、そう、めっちゃ可愛いと思って自分もやりたいと思ってやってみたら似合わなかった。んどれぐらいだろうね。あ、でもこれぐらい、これぐらい、本当に似合わないんですよこの長さ、これぐらいの長さが。似合わなかったんですよ、なんか、そう、なんかやってみると似合わないんですよ、なんか、そう、だからやめました。絶対伸ばす、一生伸ばす。え、でもリカさんに似合うと思うよって言ったら切る。そう、めっちゃ短いんですよ。切ったことはあるけど、なんかすぐ伸びた。なんかそれが、だって8月とかにもその髪型にしてるんですよ。あの入る前、入った年の8月とかにして、で伸びた結果が12月なので、4ヶ月でめっちゃ伸びたんですよ。なんかあの時も、うん、なかなか、そう、だからなんかすぐ伸びちゃうんです髪の毛。だから、でもな、でもな、伸びると思ったら切れるよな。伸びると思ったら切れるな。どうしよう。まあ、相談ですね。スタッフさんに相談しますね、これは。でも、変えるとしたら次の壁紙が変わるタイミングなんで、まあ、どうなるかはご想像にお任せいたします。オーディションの時も別にそんな長くないんですよ。多分、わかんない。
なんか染めない、染めれないし染めないですね。なんか多分茶色に似合わないんですよね、一生。髪の毛切ったらツインできない。そう、ツインテールはできなくなる。ハーフツインはできるけど、ツインテールはできなくなっちゃう。髪の毛染めたくないなって思ってますね。わかんない。昇格したら巻き巻きしますか。わかんないです、それも。でも人生で一回も髪の毛巻いたことなくて、なんか巻き方知らないんですよ、まず。リカさんに言われたらするちょろい。うん、なんか負けないんですよね。なんか本当に手先が不器用なんですよ、多分。これは本当に入ってから気づいたんですけど、でもなんかヘアアイロンを普通に使うのもできなくて、これ見たらわかるかな、なんかちょっとギザってしてるんです、ここも今で。めっちゃ前髪やり方下手くそだから、なんか自分でやんないでって言われました頼んだ方がいいよって言われました。だから頼んでる、いつも。ドアを絶妙にね、微妙ではない、絶妙に開けられる。そう、なんか自分でできないんですよね、本当に。どうしたらいいんだろうね。なんかもう一生負けないし、一生編み込みとかできないんですよね。なんか逆にこうやってやる方が難しいって言われました。それぐらい下手くそなんですよ。だからなんか先輩もだし、そのみっちゃんとかきみちゃんとか、なんか全部なんか自分で髪の毛めっちゃやるのうまいんですよ。そう、いろんな髪型にするのがめっちゃうまいんですよ。なんか編み込みとか、うん、それがもう意味わかんないんですよ。え、じゃやり方見ればできると思うじゃないですか。やり方見てやろうと思ったんですけど無理でした。そう、なんかどれだけやってもなんか絶対にその編み込みしている場所が分からなくなっちゃうんですよね。うん、これはなんかもうこればっかりはもうちょっと人生難しいなと思います。めっちゃ動画見て練習してるんですよ。もうずっと練習してるけど一回もできたことがないから、まず成功形が分かんない。入る前ってどうしてたの。ずっとポニーテールか下ろしてた。なんか本当になんかテレビとかでなんか私負けないんですみたいな、なんかで簡単に負ける方法みたいなのをやってて見て、めっちゃ糸も簡単になんかできるじゃないですか。一生できないんですよ。そう、なんかめっちゃ、でも本当に幕配信したら髪の毛燃えちゃうからちょっと無理ですね。うん、なんか後ろの髪の毛も絶対にまっすぐにできない。人にもできないから。そう、コナさんもそう、なんかでもコナさんはね、でも割とね、あ、でもコナさんはでも割と器用ですよ。だって上でポニーテール結べる人はすごいと思う。上でポニーテール結べないんですよ、私。なんか前に昔外国に行った時に、なんかすごいびっくりするぐらい、なんか外国の方って髪の毛こうやってやってふんって下にやって、それでめっちゃ綺麗に結んでたんですよ。ここら辺でね、ふんってやってグッてやって結んで、こうやってやったらめっちゃ綺麗なポニーテールできてたんです、上で。なんかもう意味わかんなくて、なんかえみたいな、こうやってやって下向いて、で下で
上あの髪の毛を持ち上げて結ぶんです。すごくないですか？できないですもん私一生。え、本当手品かと思った。今日の川島は珍しくパンツを履いてます。なんかスカートしか履かないんですけど、買ってもらったので履きました。いいじゃん。そうすごいな。オーバーオール、そうオーバーオールめっちゃ似合うんですよ私。これはよく着てる村瀬紗衣さんのアンディー・ビーの服ですね。なんかでも川島家風流行ってないんですけど、めっちゃむせてますね下で。あとね最近なんか何聞いてたかな、このそうそうめっちゃ長いですそれ。なんかこれこれあるじゃないですか、これなんか予防接種打つときにめっちゃ役に立ちましたね。なんかこのこっから手出して予防接種打った。コロナウイルスって何ですか、よく分かってない。そっから手出してあの注射打ってもらいました。そのためのチャックです。わかんない、わかんないけどそうでした。なんかさ川島って収集癖があるんですよ。なんか同じものをいっぱい集めるのが好きなんですよ。なんか違う種類とか、例えばあのここにあるこのキララちゃんのお家もうそうなんですけど、これもなんかもともとはそのパチャッコのやつを池さんに誕生日プレゼントでもらいまして、でそれを見て可愛いと思って、そしたらキララちゃんが売ってたから買ったんですけど、っていうのをめちゃくちゃやっちゃうんですよ。だからなんか同じもののいろんな種類がいっぱいある。これもめっちゃめっちゃ入ってるんです。これも2種類持ってるしみたいな、これ一緒なんですけど、え、そうなんかコンプしたいんです、なんかそういう癖があるんですよね。これもだ。これも3本ある。これはまあ色が好きだから3本持ってる。これもそうめちゃくちゃなんか同じものを買ってしまう、なんていうの、いろんな種類を見てしまうんですよ。これも3種類持ってるんですよ。なんかこれはなんか今日友達がくれたんですよ。それで今3種類目なんですけど、めっちゃ猫、ね、こうやってなんかどんどんグラデーションみたいになってくっていうのをめちゃくちゃしちゃう人なんです。だから生写真とかもそう集めたらどんどん集めたくなっちゃうから、いっぱい持ってました。え、乃木坂さんのグッズって写したらダメですかね、生写真めっちゃ集めてたやつとか。だって SK のやつはもうめっちゃそう写してるけど、わかんないからやめよう。いろんなメンバーの口券買おう。いろんなメンバー買うのとはちょっと違うと思いますけど、全部使ってますね。でもなんか買ってみてなんかそのなんかテスターでやった時はなんかこっちの方がなんか色合うかなと思ったりして買ったら、なんかやっぱこっちの方が可愛いなみたいななっちゃうんですよ。だからそれでなんか気分とかその日の肌の調子によって変えてしまう。どん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 こうやってがメイク用品が増えていく。
パレットに複数入ってるのじゃダメなの。そう、パレットに複数入ってるのもなんかどん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 なんかこのパレットの方がいいとかなっちゃう。これも2個持ってるし、これもなんか1個なんかこの色しかないと思って買ったらもっとあったから、まあ、この方がなんか色合うなと思って買ったけど、でも今はもっと自分の肌の似合うやつが欲しい。え、だからあのこれそこ見えてるんですよ。そう、そこ見えてるものあるんですよ。でもだからそんな川島のそこ見えコスメはもうめちゃくちゃあれです。なんかすごい歴史的瞬間。これもね、眉毛描くやつね、この間買ったけどもうねないの。眉毛描けないんですよ、これも。だからフさんみたいにあのメイク道具なくしてもあのしばらくは代用できる。コスメって消費期限あるけど大丈夫な、わかんないけど、まだ入ってから買ってるから全部まだ大丈夫だと思う。リピ買いしたのはこれとか、これはもうなんかなくなっちゃったんですよほぼ。だから新しいのを買いました。あとはなんか眉毛描くやつもう眉毛めっちゃ描きたかった。でもなんかもう眉毛描くやつすぐなくなっちゃうからなんか折れたりするんですよ。だからもう100均で買いました、ついに。でも描けたからいいや。あとなんか筆は筆でそのメイクブラシは集め出したらもうずっとメイクブラシしちゃう、買っちゃうんです。眉毛ちゃんと描いてるんです一応。あ、消えてた、恥ずかしい。これもだ、同じだ。どんどんメイク用品が増えてく。シェーディングとハイライトがさすごい減ってんのめっちゃ面白いですよね。顔ちっちゃく見せたすぎる。全部持ち歩いてる。え、なんか全部持ち歩いてるんですよ私。なんかだからなんか姫たんにドラえもんみたいって言われるんですよ。なんかわかりますか、なんか増えてくんです。なんかそう一回ね整理するじゃないですか、1ヶ月に1回ぐらい。ちょっとこれやっぱりあんま今月使わなかったから置いてこうとか思って一回整理してお家に置いてくんですよちょっとだけ。でもなんかそういう時に限って使いたくなって、で一回これまあ使ったから入れようとか思って入れるんですけど、なんかどん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 、そしたら増えていく。なんか使わないものを置いていくっていうことができない。あとはなんか普段用となんか公園用で持ちなんか変えてるんですよ。なんか眉毛の色とか、なんか公園でこのめっちゃ薄い眉毛の色使ってたらなんかめっちゃ眉毛ない人みたいになっちゃって反省して濃い方にしたんですよ。っていうのを2本とも持ち歩いてるから増えてくんです。ハサミ入ってた、危ない。遠征の時のめちゃくちゃ荷物少なくしてますね。なんかでもカバンが大きいからなんかどっちにしろなんかまあ一緒、そう一緒なんです。でもメイク苦手なんですよね。だから今日は何だろう、今日はなんか、うん、今日はちょっと濃いですねメイク。え、そうなんかドラえもんなんですよ私。なんかすごい荷物多くて、だからこうやっていっぱい持ち歩いてて、遠征の時もなんやかんや行ってまあ少ないけど
なんか必要最低限全部持っていくんです、なんて言うんですか、なんか必要最低限 もう持っていかない人っているじゃないですか、やっぱ握手会は普段より多分薄いと思う。でも薄くしたいけど、握手会の会場ってなんかメイクできないんですよ、あの会場、ああいう会場なんか光、そうなんか光が暗くて、なんかメイクしに、なんかメイクの色が分かんなくて、だから濃くなっちゃうかもしれない。でも濃くはないと思う。そんなに今日に比べたら濃くない。でこれもう1ヶ月以上使ってないけどずっと入ってるし。めっちゃ増えてるね。これもなんか今日一回使ったら多分ずっと入れてるから一生増えていくんです。だって眉毛描くやつ普通に考えて3本とか入ってるの意味わかんないですよね。眉毛2本しかないのに。化粧品割ったことないんです私。なんか携帯とかも落としてもなんか割れないんです私。なんかそういう力があるのかな。携帯なんか物メイク用品割ったことないし一回も。あーでもなんか蓋のなんかよくわかんないところが割れました。それでもうお家にしか置けなくなっちゃった。でもそれぐらいかな。なんか基本的になんか物を落としても割れないんです。でも落とし方が丁寧なんだと思う。そういうこと。だからメイク用品やったことないです、あんまり。魔法を使えるんです、私。だから、幼稚園の年少さんぐらいからずっと使ってた傘は、本当に幼稚園3年間一回も壊れなかったし。壊れなかったんです私。すごいですよね。新しいスマホは保護シールを変えたんですけどちょっと見すぎました。お財布忘れ顔ではないですね。お財布は忘れてないです今日は。お財布忘れたことあんまりないな。スマホはあるんですけど。そう、なんかメイク用品とかも落としても本当に割れないから、だからあのメイク用品を割れそうな人は私に預けたらいいと思う。あとはスマホはなんか保護シールは割ったことあるけど、なんか一時期店なんか100均のハードケースみたいなスマホケースにしてたんですよ。なんか透明が良くてずっとで、なんかそう、それにしてたらもうめっちゃバリバリ保護シール割れましたね。保護シールずっと100均にしてたんです、その時。わかる。スマホ忘れたら財布忘れるより打ち込みますよね。それはわかります、めちゃくちゃ。メイクポーチを楽屋に忘れたらやばいって聞いたことある。どういうこと？わかんない。やばいかな、わかんない。普通、結構忘れてる子いますよ。持っていくけど、大抵は。なんか忘れてて別にあーってなる子もいっぱいいるし、会社もなんかメイク用品なんかをずっと劇場に忘れてった。え、別に勝手に使われてもよくないですか。わかんない。めっちゃだってなんかなくならないですよ。わかんない。私はなくなったことない。ロッカーに置きメイク用品、え、別に自分のロッカーだったらいいと思うんです。いいと思いますよ。わかんない。
やばいっていうのは普通にあれじゃないですか、メイクをするのができないからやばいってことじゃないですか。わかんない。うん、かわいいこの色。モバイルバッテリーはもう1個しか持ってないけど、めちゃくちゃ大容量ですね。3回ぐらい充電できる。ロッカーは最近はちょっと荒れてきそうだからちょっと片付けようと思ってます。なんかロッカーになんかずっと T シャツ入れてるんですよ。なんかめっちゃ練習したくなった時のために。でもなんかそう半袖だからちょっとそろそろ取っ払わないと、なんかいい取っ払ってもいいなって思っちゃう。なんかロッカーはめちゃくちゃポケットがあるクリアファイルになんか各公園の肥料入れたりとかしてるから、それなりに綺麗でした。あとはなんかめっちゃ生写真とか貼ってるんですよ。そうそしたらね、ちょっとね、なんか、ちょっとね、貼ってたあるものを、ちょっと、なんか、剥がした方がいいみたいななって、剥がした。でしたのが、そのまま、ロッカーのクリアファイルに挟まってる。目尻が綺麗ですね、だって。目尻が綺麗ですね。分かんない、怒られた。でもあんま別に人のロッカーに怒る人ってあんまなくないですか。分かんない。卒業生の名札もいっぱい貼ってる。いや私はあれなんで、休憩なんで、やっぱ一番、ま、今あのまだそんななんか、なんかそんなないですけど、足が痛い。でもなんかよくロッカーから配信してる先輩いますよね。川島のロッカーは一見何もないんです。一見何もないんですけど、何もないんですけど、中開けたらすごいポスター貼ってあります。そういえばそうだ、ポスター貼ってあるんです。ポスターとなんか生誕のカードとなんか写真とか貼ってあります。リカさんのポスター貼ってある。なんか10期生に挨拶されてもなんかなんて返せばいいか分かんないなって思いました。なんかこの間なんかおはようございますって言われて、おはようございますって言ったんですけど、よく考えたらおはようございますって意味わかんないですよ。なんか私が言うのってって思って、あーなんか難しいな、初めての子は、はいって思いました。だっておはようございますって言われたらおはようってよくないですか。そう、なんかめっちゃ敬語で言ったんですけど、よく考えたらなんか、あーこれは難しいなって思いました。でも挨拶返さないと怖いから、ちょっと簡単に返さないといけないけど、なんかおはようって言えないんですよ。そういうのができなくて、おはようございますって言われて、おはようございますって言っちゃった、難しいなって思いましたね。おはようございますはちょっと意味わかんなくなるんですか。だって敬語で返されたってなっちゃうから。みんな9期が全員なんかおはようございますって言って、おはようございますって言ったんですけど、そう難しい、なんか違うねって話をこの間しましたね。おはようぐらいでいいと思う、いいけどみたいな。みんな初めて挨拶されたからおはようって言えなかったって話。言われる前に挨拶されたらめっちゃ怖くないですか。自分だ、なんか自分がもしその言われたらちょっと怖いかもしれない。
言われる前におはようってやったらなんか威嚇されてるって思っちゃう。ナルピーさんは優しい。ナルピーさんはね、めっちゃナルピーさんは笑顔でニコニコしてください。こんな感じですね。ちょっと多分ご飯ができたので、私はご飯を食べると食べないといけないので、ランキングを読みます。38位、 DD リニアさん、ありがとうございます。13位、シノウマさん、ありがとうございます。12位、 KEVPH さん、ありがとうございます。11位、マサトシさん、ありがとうございます。10位、タナチューさん、ありがとうございます。9位、アキラさん、ありがとうございます。8位、 A さん、ありがとうございます。7位、ヒデキさん、ありがとうございます。6位、ヤマチさん、ありがとうございます。5位、マストさん、ありがとうございます。4位、ピカタさん、ありがとうございます。3位、ミニチョッパーさん、ありがとうございます。2位、オチテンさん、ありがとうございます。そして1位は銀河の踏切717さんです。ありがとうございます。はい、というわけで今日も配信を見てくださってありがとうございました。それではバイバイ。あ、メールいっぱいさっき下書きにしたんで送れますね。ありがとうございました。バイバーイ。